さんこんにちは、ラムコちゃんです。今日はですね、私楽天ポイント派なんですけど、今ですね、楽天市場で楽天スーパーセールがやってるということで、買ってよかったものとかリピしてるものとかおすすめ商品を今日はね紹介していきたいと思います。私もうね、何年もずっとリピしてるのが歯ブラシって消耗品じゃないですか。なので結構まとめ買いしてるんですけど、こちらでーす。じゃーん。歯医者さんとかでよく売ってる歯ブラシなんですけど、うちはこれを使ってます。私が今回買ったのは25本で1630円、送料込みです。はい、まあ、色が5色あるので、まあ、家族が多い方とかは私は何色とか分けて使ってもいいし、一回買ったらしばらく持つのでこれをずっと愛用してます。あとはね、マスクもこういう感じのね、50枚入りのマスクを結構買ってます。で、これも最近買ったんだけど、これはここがシュッてなってるから撮影用にいいかなとか思ってるんですけど、普段はこういう感じの血色カラーのマスク50枚入りを買ってます。結構その時によってクーポンとかがあるので、旦那の分も買ってるので、結構買う時はまとめて4箱か5箱ぐらい買ってます。いくらだったかな。だいたい私が買ってるところは何箱以上でクーポンが出てたりするので、それで買ってます。これも楽天ルームに載ってるので見てください。あと本当におすすめしたい袋このパンの袋、これも私すっごいリピしてて、何に使うかっていうと、こう、まあ、おむつとかペットのシートの処理ですね。普通のビニールだとやっぱ匂いが漏れちゃって結構臭いなっていう時があるんですけど、このパンの袋って本当に匂いが漏れなくて、しかもね、結構縦長のやつ買ってるので、ペットシーツを折って3枚か4枚入れてもここをキュッて結べるんですよね。なので赤ちゃんのいる方とかはおむつをくるくるくるってやって、まあ3つぐらいは入るんじゃないかなと思うんですけど、だからおむつペールとか使ってもおむつペールがめっちゃ臭くなったりしません？旦那さんがすっごい匂いに敏感なんで、でもこれを使ってから言わなくなりましたね。なんか臭いとか。これが100枚なんですけど、これが3つで1145円。なので、まあ大体1日に1袋使ったとして9ヶ月ぐらい持つのかな。まあ、ちっちゃい赤ちゃんとかペットいる家庭におすすめです。何ヶ月か前にオンセンスっていうね、昭和レトロな入浴剤をツイッターで買ったよみたいな感じで言ったら、何人かの人が見て買ったみたいで、アトピーの人がね買ってくれてお肌が落ち着いたっていうねコメントいただいたりとかしてめちゃくちゃおすすめなので、しかも2キロ入りだから結構何ヶ月か持つし、これからクーラーとかの季節になってくるから、外は暑くても体がめちゃくちゃ冷えて、芯が冷えてるっていうことがあると思うので、私は夏でも使おうと思ってるんですけど、コスト的にもそんなにすごく量が多いのでおすすめです。オンセンスっていうやつで、本当にレトロなデザインで缶に入ってるんですよ。昔のバスクリーンみたいに、これね、冷え性とかの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてください。ただ松のエキスが入ってるから、松アレルギーの方はちょっと注意していただければいいかなと思います。すごい良かったのが室外機カバーなんですけど、私が去年買ったね室外機カバーなんですけど、めっちゃ良かったのでシェアさせていただきたいと思います。ガンガン日光が当たると効きが悪くなるって言うじゃないですか。なので結構エアコンの室外機カバーつけてるお家、私の周りでも多いんですけど、まあ、こういう木の枠みたいなのつけてるお宅もあるし、でもこういうアルミっぽいやつをつけると反射するので、なんかねエアコンの効きが良くなるみたいで、で周りの家もこういうアルミのカバーをつけてる家があるんですけど、ベルトみたいなんでキュッて結ぶタイプなんですけど、
あのよくね風が強い日とか台風の日にも飛んじゃってるんですよね。で道端に転がってたりして、磁石で引っ付けるタイプで簡単にペタって取り付けできて、これめっちゃ良かったので、これからまたあの暑くなるのでめちゃくちゃおすすめです。ペタって簡単につくし、見た目もなんかつけてるっていう感じもしないし、あと一回台風とか来たけどちょっと磁石ずれただけで全然飛ばなかったんですよ。1188円、送料無料。次はね、楽天で買える本革の財布のご紹介です。今回も麻生製麺さんからすごく興味がある財布だったので提供いただきました。今回はこの L 字型のね財布とミニ財布です。あ、しっかりしてる。で、私はあのちょっとこだわりっていうか、あの苦い経験がありまして、あの革のやつしか使いたくないっていうね、なんかこだわりがあるんですよ。で、昔職場の飲み会に行った時に、島村とかじゃないんですけど2000円ぐらいの合皮の財布を使ってたんですよ。ちょっとデザインに惹かれて、で飲み会に行って帰りにこう同じ方向の人がこう飲まない人に車で送ってもらってたんですよ。普通に後部座席で、なんかね、私スマホを出そうとしたのかなんかわかんないんですけど、財布をね後部座席で落としちゃったんですよ。で、ね、で気づかないで帰っちゃって、次の日ないってなって、でもその人からもう電話かかってきて、まあ届けていただいたんですけど、なんかねやっぱツルツルしてて軽いものだからつるっと落ちちゃったのかなと思って、まあ、真っ暗だったし気づかなかったっていうのもあるんですけど、革ってやっぱずっしりしてるし、カバンの底に沈み込んでくれるっていう感じはあるし、あとこう手を突っ込んだ時に触ったら、あ、これ財布ってわかるじゃないですか。なので私はあの財布は本当に革がいいってもうそれ以来思ってるんで、どっちがいいかなって相談されたら断然革をおすすめしてるんですけど、そうなので麻生製麺さんのね革財布は前もちょっと大容量のやつご紹介したんですけど、シンプルでどの年代も使えて質が良くてお安いので、そこが魅力かなと思います。まずこちらの L 字型財布、横が20センチで縦が10センチの財布で、小銭入れが、なんだろう、蓋がない、チャックとかがない、こういう開きっぱなしのやつですね。でポケットがここに背面に一つと、こっちにも一つある、うん、でカード入れが 1,2 ここに6個でしょ。そして反対側に6個、そしてこれもあるんですよ、ここに4つ、そして裏にも、あ、ここにも裏にはポケットがあるんですよ。私は右利きだからこうやって開けて、こっちに札を入れて、で反対側にレシート入れてます、いつも。カードケースも16個あるし、なんかこれがついてて、多分なくしたくないやつとかここに入れといたり、メインで使うやつを入れておけばいいのかなと思うし、一応金具でね外すことができるんですよね。だから邪魔だなって思ったら外すことができます。今月ちょっと使いすぎたのでなけなしのお金なんですけど、ここにお札を入れます。反対側に私レシート入れるタイプです。で、小銭はここにポイポイポイって入れますね。私もこういうタイプ使ってるんですけど、めちゃくちゃ楽ですね。すぐ見えるし、あとカードもねこんな感じでね、16個入れれます。ここには、IC カードを入れてるので、まあ、例えば交通系の IC カードを入れといて乗るときにピッてやったり、あと私は楽天エディを使ってるのでここに入れてピッてやったりしてます。どっちかって言ったら現金派の方に向くお財布かなと思います。はい、次がこちら。こちらはね、ピンクいただいたんですけど、横が10センチ、縦が9センチの財布なんですけど、こうか。こういう感じです。高。お、しっかりしてる。すごい、ホックがしっかりしてる。こんな感じ。どうなってんのこれ。すごく綺麗なピンクですよね。くすみピンク。あ、こうか。こういう感じで、私がちょっと見たこともない感じなんですけど、ここにボックス型のコインケースがあります。そしてあ、これカチッっていう
ホックじゃなくってマグネットですね。だからこう閉めたら勝手にパチって閉まってくれるからめっちゃ楽ですね。パチってしなくていい、埋め込まなくていい感じです。ここにカード入れが 1,2,3、 あ、ここはペロンって開くんだね。 1,2 かな。そしてここ蛇腹があって、ここにカードを入れられるんじゃない。ここはこういう蛇腹なので5枚ぐらいのカードを一気にこう入れれると思いますね。うん、あとはまあレシートクシャクシャってやって置いてもできるし、飲み忘れてはいけないお薬とかを入れておいたり、お守りとか入れておくのもいいのかなと思います。お札なんですけど、多分こう、あ、多分こうペロン、こうですよね、こうかな、こうですよ、ペロンってちょっと半分ここに入ってもらって、こんな感じに入りますね。小銭はここですよ、こんな感じ。なのでどちらかというとスマート決済派の人に向いてる財布だと思います。これ私ね、ちょっとこっちの方が結構気に入りました。普段そういうクレジットカードとかなんか電子マネーとかで決済するけど、でもたまにやっぱり現金しかダメな店とかがあったりするので、まあ、5000円とか1万円とかは常に予備に入れておくっていう感じで、あとはカードとか、まあ、家の鍵とかで、ここにもカード1枚入るので現代に向いた財布だと思います。今回ですね、クーポンいただいてるんですけど、こっちが定価4880円の 20% オフのクーポン出てます。こっちが定価3980円の 20% オフのクーポン出てます。概要欄でチェックしてみてください。なんかレビュー欄とかも読むの楽しいので、ぜひチェックしてみてください。ということで、楽天市場で買える私のおすすめ商品を今日は紹介させていただきました。ぜひ参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。